ここのとこ、大宝山の山っていうのは、尾道の一番真ん中にある、市民の人は千光寺山って呼んでる場合があります。大宝山とか、向島とか、いろんなところでこう、匍匐前進をしてまして、先日の帰りになんか匂うんですね。ワンコロの痕跡の香りっていうんですかね。靴の裏をね、こう、確認したんですよ。だけどね、何もない。どうやら膝かなと。キネ付き仕立て。黒豆大福。いや、大福。うん、違う。ワンコロのあれがね、膝についてんのかなと思って、ちょっと匂ってみたんですよ。これ、いちご大福とか八朔大福じゃないから、中にはあんこしか入ってないよ。しっとりしてね。うわ、はあ。あとは、匍匐前進で地面に設置してるところってどこよ。マジか。うまい。ねえ。皆さん、野外で匍匐前進するときは、ここのところ何かサポート的なものをした方がいいです。ご心配おかけしてるようですけど、面白いことがいろいろあるんですよ。ビデオも10分くらいで思いついたやつを作ってるんですけども、放送10分、制作100時間みたいな。普通は構想の方が長いんですけどね。まあ、構想って言っても親自習しかしませんけどね。ちょっと時間がなくて、大福なんかも今やっと食べてますけど、なかなか食べてる時間がないっていうことはあるんですよね。そういう時の皆さんのために、聞いた大福が出ました。しかもいちご大福。甘王大福ミルク。なんだって。こんなの食べてる時間ないっていう場合は飲めばいいじゃないかということですよ。やっぱこれだけの物量をね、液体の中に入れちゃったら相当ね、多分ゴロゴロ入ってんじゃないかと思うんですよね。入ってるような感じはしませんね。すごい泡だ。振ったからね。うまい。僕らが小さい時にお風呂屋さんとか駄菓子屋さんの店頭であのときめいたピンクの憎いやつ、いちご牛乳。ああ、いちご牛乳だって口の中に広がった後に湿った上質なアリエールのような香り。ああ、ほら。でもいいティッシュの匂いがします。ティッシュってのはおかしい。わかりました。これだ。これの香り。いちご牛乳だと思ってる時にその香りがやってくるっていうのは、あ、美味しい。匍匐前進しながら撮ったビデオが多分トータルでは6時間以上匍匐前進してると思うんです。そうやって撮ったビデオがパッと編集してみると6秒ぐらいなんです。ビデオをパブリッシュする時間がね、長くないですかとコメントとかメールとかね、お便りいただいてまして、期待していただくのはね、ありがたい、ありがとうございますと。この一本で終わってもいいやっていう、そういうこう、フランクな気分でビデオを作ったりしてますのでね。あずきエキス。あずき感はあんまり感じないんだけどな。ペプシ、あずきなんかで大量に作った香料がいろんなところに出回ってきたということなんですかね。匍匐前進ものって何なんだと、次回は皆さんにお見せできるとは思うんですけども、まだまだね、ちょっと時間かかってますので、2週間ぐらいかかってますからね。寺見夏さんも飽きてきましたけどね。バグバグ、ピシ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 。ということで、北斗神拳新継承者ラオウ大福ミルクでした。我が人生食いばかり。ごぼうの香り、いちごとごぼうをミックスしたような香りです。匍匐前進ものチラッと見てください。どうぞ。スルッと美味しいスチャダラス。はい、チラッとでしたね。ごぼうだと思えばもっとうまいです。ごま、蜂蜜、混ざるんですかね。隠し剣、鬼の爪。ピシッピシッピシッ。うまい。